お疲れちゃんです。ラットです。ってことでね、今日もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの迫撃ロイホグデッキをですね、使っていきたいなと思います。で、これ多分ね、結構前にね、今週にもまたこのデッキを出しちゃってるんですけど、またこれかとね、なるかもしれないんですけど、まあ、そこね、ちょっと勘弁してください。一本ね、もう神みたいなね、ちょっとリプレイがあるんで、ちょっとそれをね、見てほしいなと思ってます。というわけで、ね、これです。これ、この、ロイホグというか、まあ、ロイホグね、自体ね、使ったことある方は分かると思うんですけど、オーブンであったり、まあ、メガナイトがね、もう超きついんですよ。オーブン置かれるだけで通んないし、メガナイトで踏まれるし、みたいなの、このもう両方あるね。しかもエリゴレっていうね。このね、もう鬼、もう鬼畜デッキに、ちょっとね、勝てたっていうので、これをね、ちょっと見てほしい。もう見てほしいから、今日この動画なんですけど。で、これ終わったらね、まあ、マルチ、行きたいなと思います。っていうわけで、このデッキですね、結構ね、何にでも立ち回れるんですけど、クロスですね、インキャだけは本当に勝てないんですけど、クロスだけはマジで無理なんですけど、まあ無理なんですけど、まあ勝てないこともない。いや、まあ無理なんですけどね。はい、というわけで、これね、マッチングして、あ、この人エリゴレ使ってたなっていうのは分かってたんで、まあ、エリゴレって分かってての、まあ、立ち回りですね。で、まあ、基本的に、まあ、オーブンにはね、まあ、ポイズン打っていきますね。で、ネクロに対しては、まあ、やっぱバルキリーがあるんで。で、ダクネは、まあ、どうだろう、アーチャーとかで守れるなら、アーチャーとかで守りますし、エリゴレプラスね、まあ、ダクネと、まあ、もう一個ベビとかあったら、結構ね、防衛ポイズンしていきます。はい。というわけで、ロイホグは、飛ばしてもね、相手に、メガナイトがあるんで。あと、オーブンですね。まあ、今、オーブンないんですけど、やっぱ、メガナイトがあるんで、ロイフがね、飛ばせません。というわけで、無限迫撃をやっていきます。なんで、こう、見てもらえればわかるんですけど、この後もね、全然ロイフをね、なかなか飛ばさないです。飛ばさずに、ロイフ以外のね、まあ、軽い目の感じのコストを、こう、回しつつ、迫撃でね、こう、攻めていきます。ここまでですね、ロイフで攻めても、オーブンで結局ね、防衛されちゃうんですよね。なんで、こういった感じでね、迫撃で攻めていきますと。で、ここはね、ワンチャンロイホグで攻めるのかな？いや、多分攻めないですね。結局オーブンあるから、防衛されちゃうよねってなって、多分後ろアーチャーからの、はい、組み立てると思います。いや、これね、正直マジで無理っすよ、これ。マジで勝てたの奇跡ぐらいだと思ってるんですけど、なんか勝てちゃいましたね。はい、というわけで、まあ、このアーチャーも捨てですね。結局、前にバルキリー置いてもメガナイトで踏まれるだけなんで、で、ここポイズンですね。これが美味しいですね。なんか毎回、オーブン先置きしてくれると、こっちがポイズン打つだけなんでね。まあ、結構楽に、この厄介な施設を処理できるのと、まあ、あとは攻めのタイミングを伺うぐらいですかね。でも、メガナイトがあるんで、ロイホグが効くね、飛ばせません。なんで、防衛迫撃からしていきますと。いうところで、防衛迫撃したんですけど、したらね、相手はしっかり後ろからね、こう形を組んでくるっていうので、これまたね、きついんですよね。これ、ロイホグ飛ばしたいけど、飛ばしてもね、なんかメガナイトジャンプしてくるし、結局強されるしっていうので、ここの高めネクロはですね、ここでできるだけね、相手のユニットをこう溶かすっていう考えですね。ここでできるだけ溶かして、2周目のね、多分ユニットをまた回す感じだと思いますね。よいしょ。自陣だけでね、ちょっと全部処理しようとしたらまた大変なんでね、今みたいな感じでちょっと端前からね、処理していきます。で、ここでね、攻め迫撃したんですけど、この攻め迫撃ちょっとね、やったかなーっていう感じですけど、まあまあまあ。ここで丁寧に防衛迫撃をしていきます。で、ネクロで受けて、今ね、多分ロイホグ一回も出してないんですよ、僕。そう、この立ち回りが、対メガナイトにはすごい重要になってきます。で、ここで今、相手がメガナイトを割いたんですよね。だから、僕今、ロイホグを飛ばして、そして、オーブン来るから、オーブンのファイスピーに当てるような雪玉を今、打ってます。というわけで、ここも多分なんかで受けて、攻め迫をするかな？どうだろう。あ、一回しないですね、多分これ。あとちょっと取られてんなー、で、ここはエリゴレで受けられんなーというところで、一回後ろから組み立ててます。で、相手もこれエリゴレ後ろからやってきたんで、ここはね、攻め迫を多分置きますね。はい。エリゴレで迫撃の竹取られるとちょっと厄介なんですけど、後ろから裂いたんで、まあ、その瞬間ちょっとチャンスかなと思ったんですけど、オーブンもあるし、結局何でもあるわっていうので、逆にね、これピンチになるっていう。いや、マジでね、エリゴレ3コスの割にはね、ちょっとね、攻撃力が高いですね。HP はね、まあこんぐらいでもいいかもしれないんですけど、火力をね、下げてほしいですね。これ、防衛迫撃からの雪玉。これがね、鬼うまかった、これ。で、相手が今、ポイズン割いたってことは、結構ね、スペルを割いた時はね、クラロワにおいて、まあ、言ったら、ピンチであり、チャンス。なんで、まあ、チャンスであり、ピンチか。なんで、相手がコストないだろうの、ロイホグ飛ばして、まあ、相手はね、迫撃で受けてくるよと。
で、ここ、あ、オーブンか、オーブンでくるくるよというところで、ここね、高めネクロもこうユニットで処理してあげて、相手ね、こうネクロ裂いてダクネ裂いてるってことは、結構コストがね、きついと思ってて、ベビドラも裂いたよねってことは、もうね、相手5コス、4コス、4コス裂いてますからね。もうロイフグ飛ばしたらね、たまたまポイズンとタイミング被って、はいはいはい、もういい感じですね。今この流れが今来てますね。相手が結構5コス、4コス、4コス、4コスでまた4コス裂いてるから、絶対メガナイト出せないよねっていうのが大体わかるんですよね。ってなって、これね、もう端前ね、なんか来る読みの、バルキリーからのアーチャーで、もうね、はい、無限反撃で、リゴレね、お疲れ様といったところで、これもうロイフ飛ばしてね、おじいじいで、いやもうこれ勝てた時ね、鬼気持ちいいっすね、こんなんだって。あー、これまたコミュニケーションですね。これ、最後に挨拶交わしてるんですけど、もうこれはね、気持ちよかった。これをただ見てほしかったからね、ちょっとね。はい、動画撮ってるんですけど、あの、7-1ってね、ここ多分7-1リーチだったんですよ。7-1って動画撮ろうと思ったら、ちょっとクロスクロスで負けちゃって、今ね、若干戻ったよっていう感じですね。というわけで、まあ、一戦かな、やりたいなと思います。で、まあ、今、なんぼだ、今、60位くらいかな。いや、そんな言ってないか。90位か。あ、ちょっと落ちちゃってますけど、まあ、まあですね、で、今シーズンはショートシーズンなので、まあ、8000いかないですね。7000なんぼだろ、上。7700とかかな。76、じゃあ77とか78、まあ78ぐらいかなと思いますね、トップが。なんでまあ78付近目指してまあ頑張りたいですけども、といったところですね。はい、というわけで、そうですね、昨日漫画の話をして、映画化されてましたみたいなコメントもらったんですけど、映画してたとか全然知らずにとか、映画をね、まあ、映画が別に嫌いなわけじゃないんですけどね、映画はね、見に行かないこともないですね。見に行かないことも、まあ、行きますけど、何見たかな、最近。よろしく、キットキットは世界一の枯渇使いですね。インフェ枯渇ナイトの。はい、というわけで、勝ちたいですね。映画な、最近一番何見ただろう。なんかはね、あ、あれだ、晴れる夜のやつ、今から、あれだ、天気の子だ、天気の子をね、誰と見に行ったかな、覚えてないですけど。マジで。多分、クララの人だったと思うけどな。え、どうだろう、テンゴットとかかな。いや、違うな。コタだ。コタと二人で見に行ったんだ。コタと二人で天気の子を見に行ったのを覚えてますね。よいしょ。いや、これちょっとね、一回防衛反撃で持っていいかな。持って、相手さすがにロケも撃つんだ。やば。やばくないこれ。これロケやばい。これインフェルボイか、普通に。あー、やばい。すぐ飛ばせばよかったな。これにロケ撃ってくるんだ。マジ？それはね、ちょっとやばいかも。このね、吐き気がね、ドブになっちゃう。これやばいね。結構やばいね。で、ロケインフェ咲いて、もう2枚咲いてって感じで、あと、それの他の映画はね、最近何見た？あ、ワンピース見たっすね。ワンピースも雷キさんと、ケンツと、あとね、その辺の、ヤキちゃんとその辺と見ましたね。これケツネクロでいいかな。ケツネクロしたら相手だって結構ナイトは裂いてるもんね。ケツネクロして、ここ迫撃置いて、迫撃でプリン処理したい。うわ、それ見してくんの。あ、おいしいおいしいおいしい。で、しかもこれネクロ相手さ、きついよ結構。ナイト、おい。で、端前プリンワンチャン来るな。でもインフェ裂いてるんで、ここでロイフグ飛ばしたら絶対にきつい。はい、というわけで、まあ、ワンピース見ましたね。ワンピースはね、結構昔からアニメ、なんか朝早い時間帯のアニメから見てたんで、まあまあね、知ってますけど。よいしょ。あ、行き止まないこれ。ちょっとだるい。オッケー、でもスケとアーチャーで気合で処理して、まあ、インフェ、おぉ、ロケまで撃ってくんだ。これにね、ロフグ繋げれたらね、最高だったっすね。で、これね、ワンチャンの端前プリン気持ち警戒からの、まあ、ロイグ飛ばしてポイズンかな。よいしょ。インフェ、オッケーオッケー。いや、でもこれね、結構きついと思うんですよ。ギャングはね、どっかで来ると思う。あ、ないとか。オッケーオッケー。いや、いい流れよ。いい流れよ、俺。で、ワンチャン、バルキリーカンプも読んでくるかな。危ない危ない。これ、ロケかな。ワンチャンロケですね。おい、うまいな。やるな。さすがにそれはやりますね。オタク、なかなかやりますね。って言ったところで。この端前バルキリーで、うぃ、マジ？読みすぎでしょ。
で、ここで一回攻めて、相手これギャングしか出せない。うわー、ポイズンちてポイズンちてけど、一回防衛迫撃で、あそこのプリンとここのプリン2体とも処理したいですね。OK。で、あのね、ちょっとね、僕の中で結構ね、思い出深いのがね、タイトさんとね、あの、僕があんま東京にいなかった頃かな。まあ、結構初めてぐらい。初めてというか、東京にちょっと来始めた。まあ、岡山住んでる時かな。タイトさんとね、二人で映画行ったことがあってね、二人であの、君の膵臓をね、食べたいを見に行った時あったことがあったんですよ。タイトさん横で泣いてましたね。タイトさんと二人で君の膵臓を食べたいを二人で見に行くってやばくないですか？結構やばいっすよね。それを見たのよく覚えてますね、僕は。これインフェで役かロケ打つしかないよ。これワンチャンロケだな。お、それはちょっとうまい。あ、でもこれ相手攻めてるから、ここでね、ロケ飛ばしたら、あ、生きた、勝った。あ、はい。キットキットお疲れ様でした。この人でも世界一コツうまいですからね。ここか使う人はね、参考になるんじゃねえとは思いますけど、これたまにね、ハギギがぶん投げろ。ぶん投げろ、いけ。うーん、来た。おじじ。よし。いや、これはね、ちょっとね、ウッドがないんですけど、相手のプリンをね、迫撃で処理できるのと、まあ、攻め迫からの防迫も両方強いんでね、結構、あと、バルキリーと、あと、スケー、アーチャーの雪玉もあるんで、結構ね、守れちゃいますね、というわけでですね、まあ、今日こんな感じかな。はい、最近ちょっとね、あの1本リプレイとね、1本バトルっていうのにね、なんかよくわかんない方して、なんかね、そういうのにハマってるんですけども、ちょっとね、マルチまた元気があればやりたいなと思います。今日はちょっともう疲れたんでね、はい、終わろうかなと思います。というわけでね、これね、あの、もうぜひ使ってほしいですね。結構いいで、あの、ポイズンで僕やってるんですけど、なんか5の方がいいっていう方もいます。なんか海外のプレイヤーに、そのデッキ、5の方が結構強いよっていうのを、なんか、わざとこう教えてくれる人もいたり、まあ、5でね、上がってる人もいるんで、結構ね、ここの5かポイズンか悩むところなんですけど、まあ、好みでいいかなと思いますね。僕はポイズンの方が使いやすいんでね、まあ、また5型も練習してみようかなと思いますといったところで、今ね、ローカラン、多分ね、僕頑張ってます。はい、僕6位と9位、まあね、あの、コタとか KK とかもね、みんないるんでね、ライキさんもいるわ、ダニパイセンも、ちょっとね、マルチも頑張りつつ、リーグね、多分この動画上がってる日に、もう最後のね、いや、もう負けたら終わり。まあ、運命かかってると言ってもね、過言ではない、もう世界大会ね、かかってるんで、もうね、ゴリ頑張りたいなと思います。ぜひね、応援、多分夜7時ぐらいかな、多分始まると思うんで、ぜひ、見ていただければいいかなと思います。というわけで、よければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、皆さん、お疲れ様でした。